牧野聖州は、日本の政治家。衆議院議員、経済産業副大臣、法務政務次官、衆議院政治倫理の確立及び、公職選挙法改正に関する特別委員長、静岡県議会議員、静岡市議会議員などを歴任。満州国生まれ、静岡市育ち。麻生家幼稚園、静岡大学教育学部附属静岡小学校、 静岡大学教育学部付属静岡中学校、静岡県立静岡高等学校、中央大学法学部法律学科卒業。家業の成果賞を継いだ後、1971年、25歳で静岡市議に初当選。その後静岡県議を3期務めた。自由民主党に所属していた。1989年、無所属新人候補の政治団体自由連合の、 旗揚げに参加。1990年、第39回衆議院議員総選挙において、無所属で、旧静岡1区より立候補し落選。その後、細川森広らと、日本新党を結成した。1993年、第40回衆議院議員総選挙において、日本新党公認で、初当選。羽田内閣では、法務政務次官を務める。 1994年、日本新党開党後、新新党には参加せず、カイエラ万里と共に、民主新党クラブを経て1995年に、市民リーグを結成。1996年、旧民主党の決闘に参加したが、第41回衆議院議員総選挙で落選。1998年、民主党結成に参加。2000年の、 第42回衆議院議員総選挙では、静岡1区で無所属新人の上川陽子に敗れたが、比例復活で国政に復帰した。2003年には、初めて小選挙区で当選。2005年の総選挙では落選したが、2009年の第45回衆議院議員総選挙において、当選し、三部国政に復帰。2009年9月18日、 衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長に就任。2010年2月20日、民主党静岡県連代表に就任した。同年5月24日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会にて、国会議員の選挙等執行経費、基準法改正法案について委員長として採決を行った。 普天間基地移設問題では、徳之島移設案の中心人物であったが、同案は2010年7月20日に断念された。2010年9月21日、民主党国会対策委員長大臣に就任したが、陸産改正自主金規制法違反事件で、強制起訴された小沢一郎元代表に離党を促すべきと発言したことが、党内から批判を受け、同年10月5日に辞任。 2010年11月、劉アキラ派へのノーベル平和賞受賞式に友人として招待された。劉の妻及び支援者による人選の結果で世界30人のうちの一人。2011年9月5日、野田内閣で経済産業副大臣に就任した。2012年10月2日、野田第三次改造内閣の発足に伴い、同副大臣を退任した。 同年12月の第46回衆議院議員総選挙では静岡一区から立候補するが落選。比例復活ならず議席を失った。2014年12月に行われた第47回衆議院議員総選挙でも静岡一区から立候補。398回のが哀党演説を繰り返し政権への批判票の取り込みを狙ったが追い風は吹かず落選した。 2015年4月16日、静岡県庁で記者会見を開き、政界引退を表明した。2015年11月、朝日、重光明受賞。2016年8月、次期衆議院総選挙の公認予定候補となる、静岡一区の党総支部長の人選をめぐって、民進党静岡県連と対立し、第1区支部役員ら13名と共に民進党を離党した。 2019年の第25回参議院議員通常、選挙では国民民主党現職の新馬和也を原発政策などを理由に支持せず、立憲民主党が新馬への資格候補として擁立した徳川野工陣営の総合選対本部長を務めたが徳川は新原に敗れて落選した。2010年の第22回参議院議員選挙で当初民主党の選挙責任者となっていた。 幹事長の小沢一郎は、静岡県選挙区を含む二区でも、複数候補の擁立を進め、静岡では、現職の藤本雄二に加えて、中本直子を擁立した。しかし、中本の擁立に、静岡県連や連合静岡が反発し、そのため小沢側が東本への選挙資金の提供を、中止するなど、険悪な状況になった。小沢の幹事長辞職後、 菅直人代表、枝野幸男幹事長体制になると、藤本への資金提供は再開された。静岡県連は改めて中本の公認取り消しを党本部に要求した。しかし、トップが鳩山から関に交代しない各支持率が急上昇したことを理由に、枝野ら党本部側は、公認取り消しを拒否し、あくまで二人を擁立するよう主張した。中本も譲らず、 二人公認は維持された。だが、選挙戦では、静岡県連は、もちろん、官執行部も、実質、藤本支援に専念し、中本を切り捨てた格好になった。7月11日投開票の結果、藤本は2位当選したが、中本は大差で落選した。中本は敗因について、組織の力の前に及ばなかった。私にも、県連の力が必要だったと述べ、 静岡県連の執行部の選挙戦術を批判した。仮に藤本と中本の得票数を足して当分した場合、3位、4位となり、両者とも落選していた。7月16日、牧野は幹事長の枝野が行った参院選の敗因、聞き取り調査で小沢が離党しないのであれば、党として離党勧告するよう要,要求。記者会見では、 民主党が大敗した原因について、小沢による二区での複数擁立にあったとの見解を示した。これだけ現職を落とし、小沢氏は万氏に値する。立党して責任を取るべきだと主張するなど、参院選当時の選挙責任者である江田野や、選挙対策委員長の安住敦氏の責任ではなく、すでに幹事長を辞任していた小沢の責任を追求した。なお、 読売新聞によれば、過去の民主党の処分において、選挙敗北の責任で処分された例はないという。牧野はさらに、衆議院議員の小林正恵が、県連の決定に反して、中本を支援したことを理由に、その罷免を主張した。しかし、小林が詫びを入れたため、厳重注意処分に止めた。その上で、小林が中本を支援したのは、 出馬を勧誘した小沢の要請であったことを取り上げ、比例候補者選びの明確なルール化を党本部に求める考えを明らかにした。ありがとうございます。